森岡競馬第10レース投票締め切り時間5分前です。ご投票はお早めにお願いいたします。1200m の競争です。 B コンプリートオスマンアイノパスレルアルティジャナーレメルシーステップジェギュルバルカークライアウト7頭が争います。ババコンディションは主です。クライアウト収まります。スタートしました。ほぼ揃いました。10レースレディースジョッキーズシリーズ盛岡ラウンド第1戦です。まずは外目から6番のジェニアルバルカー浜直美がいて、外は7番クライアウト宮下ひとみです。さらに内を進んでおります4番アルティジャナーレ中島よしみ、2馬身差で追走1番 B コンプリート佐々木セリ、最後方からの競馬2番オスマン、これが当たっていきます木の前葵です。3、4コーナー中間地点に入っております。前の争いですが6番のジェニアルバルカーが先頭、内5番のメルシーステップです。その後ろ2馬身差接近してきたのは2番のオスマンです。残り400を通過4コーナーカーブ、先頭6番ジーエルバルカー浜直美、先頭レディーの2馬身、最内を取っているのが5番のメルシーステップと神尾霞です。その後ろ200を通過して3番手2番のオスマンです。鞍上は木の前葵です。先頭は6番ジーエルバルカー、2番手ですが5番のメルシーステップ、外から迫ってくるのは4番アルティジャナーレと中島よしみ、先頭は6番のジーエルバルカー、ジーエルバルカーゴリ、2番手4番のアルティジャナーレでした。なおこの競争スタート直後3番のアイノパスレルは落馬競争を中止しております。勝ちましたのは6番のジェイエルバルカーです。マジェスティックウォリアの3区鞍上は浜直美です。2番手4番アルティジャナーレ、3番手5番のメルシーステップです。あとは2番のオスマンと続いておりました。10レースはレディースジョッキーズシリーズ盛岡ラウンド第1戦 C1 クラス7頭によって行われましたダート 1200m の競争です。勝ちましたのは6番のジェイエルバルカーです。2番手4番アルティジャナレ、3番手5番のメルシーステップでした。以下2番のオスマン、そして7番クライアウト1番 B コンプリート並んでおりました。勝ちましたジェイエルバルカーはイーストスタッド慶応のマジェスティックウォリアの3区、新平賀城グローリーファームの生産馬、今日中央未勝利から転入してこれで4連勝です。4勝目です。着順掲示板1着6番、2着4番、3着5番で点滅中、確定までお待ちください。
スタートしました。ほぼ揃いました10レース、レディースジョッキーズシリーズ盛岡ラウンド第1戦です。まずは外目から6番のジェニアルバルカー浜直美が行きますが、内の方から上がって、これはお3番のアイノパセル落馬競争中止です。6番のジェニアルバルカー先手を取ります。3馬身ほど切れまして2頭、内に5番のメルシーステップ神尾霞、外は7番クライアウト宮下ひとみです。さらに内を進んでおります4番アルティジャナーレ中島よしみ、2馬身差で追走1番ビーコンプリート佐々木セリ、最後方からの競馬2番オスマン、これが上がっていきます木の前葵です。3、4コーナー中間地点に入っております。前の争いですが6番のジェニアルバルカーが先頭、内5番のメルシーステップです。その後ろ2馬身差接近してきたのは2番のオスマンです。残り400を通過4コーナーカーブ、先頭6番ジェニアルバルカー浜直美、先頭レディーの2馬身、最長乗っているのは5番のメルシーステップと神尾霞です。その後ろ200を通過して3番手2番のオスマンです。鞍上は木の前葵です。先頭は6番ジェニアルバルカー、2番手ですが5番のメルシーステップ、外から迫ってくるのは4番アルティジャナーレと中島芳美、先頭は6番のジェニアルバルカー、ジェニアルバルカーゴール。盛岡競馬第10競争についてお知らせいたします。ただいまの競争は発走後において3番アイノパスレルの騎手が落馬し競争を中止しました。この件につきましては後ほどパトロールビデオを放映いたします。盛岡競馬第10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。馬番レース4番6番440円、馬番連単6番4番640円、3連複4番5番6番530円、3連単6番4番